CPA カレッジ。皆さんおはようございます、僕をご存知の方なら知ってると思いますが、僕ですね、8時より前に起きるとお腹が痛くなって一日体調が悪いと、そういう得意体質の持ち主なんですね。まあそれが今日はこうやってね、東京に行くので、早起きをしました。まあ今日はもうね、一日体調が悪いことは確定しましたね。まあどうですか、もう寝ぼけてるでしょ、僕ね。これね、目が開いてないんですよ。もうね、布団の中にいるのと今一緒です。早起きしないために自営業になったみたいなところあるね。早起きは三本の徳とか言った人、あれ間違いやね。これ多分ね、この世の飲み物で一番美味しい。ご乗車ありがとうございました。終点東京に到着です。電車とホームの間、一部広く空いているところがございます。終わりの時は足元にご注意ください。ドラッカーが野球部のマネージャーになったなんて本あるでしょ。ドラッカーさんって結構有名なんですよ。で、ドラッカーさんっていうのはね、マイケル・ポートさんのもう超先輩、僕からしたら克実さんぐらい、もっと上かもしれない、もっとなんかすごい人みたいなのが、ドラッカーさんですよ。で、その、ピーター・ドラッカーさんね。ピーター・ドラッカーさんはなんて言ったかというと、その師匠級のドラッカーさんね、顧客の声に耳を傾けてたら商品は売れんねんって言ってますよ。関西弁じゃないけど、関西弁英語なんですけど、学習効果が働くことで原価が下がっていくよっていう、このピンクの効果のことをみんな3番で経験曲線効果って言うんですよ。緊張すんねんけど、これちょっと何やろう、何やろう、このいや何やろう、この独特な感じ。いやいや、この会を設けるって、いや、ありがとうございます、栗木さん。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。公開日はね、誕生日。完璧にね、授業しました、今日はね。今日も最高の授業だったと、自分で自己肯定感を高めながら、ホテルに帰ってきました。フロントが33階なのかな。はい、皆さんお疲れ様でございました。部屋に入ってきましたけども、これ Vlog って孤独やな、なんかな、なんか街中でこうやってカメラ持ちながら歩いてるわけですよ。なんか慣れない。みんな YouTuber の人頑張ってるんやな。
なんかあのね、皆さんはどういうね意味で人生を考えていますか。どういう意味で仕事をしていますかね。まあ結構僕の場合はね、孤独なのよね、仕事がね。講師業ってね、最初から最後まで基本的には一人なんですよ。まあ、科目が違うね、それこそまっちゃんとか、そういう仲のいい仲間はいるとしても、やっぱね、孤独なのよね。孤独に自分の技術を追求していく。まあ、それが講師道だと、喋り道だと、そう思ってるんですが、まあ、ね、孤独やなと思う時もあるよね。これ皆さん見てください。ね、ホテルのこれ夜景がですね、ここは36階なんですよ。綺麗ですね。ただ、孤独。今日も僕は今から、これですね、松本ゆうきバースデーの後編の編集をすると、ね、一人ですると。これがですね、皆さん、講師の慣れの果てですね。会計士の慣れの果てですね。皆さんね、いつまで仕事するんだと、何がそうさせるんだとおっしゃるかと思いますが、もう絶対誰にも理解されないのは分かってるんですが、僕の命イコール仕事なんですよね。命を削って事業をしていると。まあそろそろ寝るか。おやすみなさい。しゃ、お疲れ。お疲れ。お願いします。何も持ってきてもないんです。さっきなんか友達来とったで。あ、そうなんですよ。友達が受かって、自分のやつで。一緒に来たらよかったやん。ちょっと違うか。なんか違うか。上田です。はーい。いえいえ、よろしくお願いします。はい、お待たせ。はい。はいはい。うん。OK、もちろん、もちろん。はい、皆さんこんにちは、というかこんばんはですね、今日は珍しくですね、新宿港からライブで、お送りしておりますよ。まあちょっとですね、ちょっと部屋の使い勝手がわからないので、まあいろいろカメラをいじくり回したり、パソコンをいじくり回したりしてると、現在夜の8時40分と、ね、いやもうね、間違いなくこれ8時40分から今喋り出して、しかも今日は喋るボリュームが多い、まあ、おそらく3時間近くかかるでしょう。だから同じ時給制の人が3440時間働いた、これが関節の重きね。じゃあ掛け算してもらって、関節の重きは3440000でしょ。やりすぎた。やりすぎたよ、授業。さあ、帰るか。ちょっとね、出れるのか不安なんですけどね。出れるんでしょうか、このビルから僕は。ホテルに帰れるんでしょうか。どっち、あ、出れるな。普通に出れそうやぞ。お、すごい、出れる。泊まれるやん、新宿港。
ルームサービスをね、頼みました。美味しそう、最高。このために仕事してる。ちょっと親子丼をね、いただきますね。今日ね、今日ね、何も食べてないね、朝からね。水も飲んでねと。あー、しみるよ。あー、最高。いいね、この出汁が。香るね。おいしいね。めっちゃおいしい、この親子の。僕が多分悪いことした時にこの親子で出てきたら吐くな、ゲロっちゃうな、これ。僕の場合はね、やっぱこう隙間時間を使っていかないと回らないの、仕事が。なんかもう、例えばこう DM とかみんなしてくれて僕すごい嬉しいねんけど、もうパンパン返していかないと、どんどんこう DM が溜まっていって、もう消化不能になってしまうから、もうできるだけもう隙間時間を使って返してしまおうとかいう発想になるわけね。なんでこんな常に何かに追われてんねやろっていうのは感じる。なんかレジュメの締め切りやったりとかさ、講義の配信日やったりとかさ、いつもなんか追われてるよね。なんか多分追われてることを追われてるって僕自分で感じてないからさ、それもまた問題やと思うねんけどな。なんかいつも追われてるとか言いながらふにゃふにゃ生きてるみたいな感じに映ってるやん、多分僕って。そんなことないねんけどな、結構追われてんねんけどな。でもなんかみんな割と僕のことを雑巾のように使ってくれるというか、上田なら全部の仕事をバキュームみたいに吸い取ってやるやろとか思ってるっていうか。何やろな、なんでそんなキャラになったんやろな、どっからなんやろ、どこで間違えたんやろな、人生な、おかしいな。でもこうやってね、ちょっといいホテルに泊まって、で、まあ僕の授業をみんなね聞いてくれて、それでもう合格していってくれて、それ以上のことはないよね、もうね。それはもう本心って思う。うまい、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 うまいぞ、炭治郎。かまど炭治郎。君は俺の弟子になれ。かまど炭治郎。まっちゃんがいたらもうちょっとこう、うまくやってくれんねやろうけど。声優の才能持って生まれへんかったからさ、僕が持って生まれた才能ってもうマジで人前で喋ること、それ一個だけ、一個だけしか僕才能持って生まれなかったから、それの日本一になろうと思って。だって一個しか持ってないね、もう才能。いや別にそれの日本一になるべく頑張ってもさ、別にバチ当たらへんと思うね。ごちそうさまでした。ちょっと天気悪いけど。
さん、あ、おはようございます、ね、無事いい朝弱い私も起きれましたいい滞在でした。じゃあこれから京都に行きます。京都ラウンジでね、待機しに行きます。いや朝やからなテンション上がらへんで。いやいいね、朝のお手待ち最高やね。あの僕ねさっきこれをね改札にピッピッてそこにピッピッてなんか待ってて、いやそら入られへんやんか、ね、駅員さんにこっちですよって案内されて、ね、まあ疲れてますよね、やばいね。あとこれあのこの世の飲み物で2番目にうまいからみんなもぜひ。はい、京都帰ってきました。はい、皆さん今日トランプされました。要は、担当本試験の半年前に財務と管理を終わらすっていうのがまあ一つセオリーなわけだから、そのなんか企業とか監査が終わってないっていうのはそんな心配しなくていいと思う。皆さんね、最後まで見ていただいてありがとうございました。初の Vlog で結構なんかやりられへんねんけど僕もでも楽しかったんでまたやろうかなと思います。あの僕の好きなね左利きのエレンっていう漫画の中に、何かにならなきゃ退屈で生きていけねえよっていうセリフがあるんですよ。でまあ僕もね一つしか才能持って生まれなかったから、その一つを突き詰めて何かになってやろうと試行錯誤しているまだまだ道半ばでございます。まあ、あのプロなんでね、一芸を極めるというのが、まあ、どの世界でもね、あのどのプロでもねそうだろうと思います。これからも頑張っていきます。皆さんも頑張って。